はい、どうも、おもちもちもちももちと申します。今回はちょっとテロップとかそういったものはなしにして、ちょっとゆったりめにお話をさせていただきたいなと思ってるんですけれども、私大学生の頃からハガキ職人をしておりまして、そこからちょっといろいろね、そのお笑いの業界とかに多少携わりながら、趣味で今年から YouTube を始めさせていただいているんですけれども、まあその活動の合間ちょこ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 そのエゴサーチをねさせていただいていることもまあございまして、でその中で最近エゴサーチしてたらですね、先月ぐらいから6月2021年の6月ぐらいからなんですけど、なんかそのスタメ構文というものの元ネタがなんかどうやら僕らしいっていうお話を最近よくすごく聞くというか、まあ、目にするようになりましたので、そのスタメ構文というのは一体何なんだというのをその僕なりに調べたものと、その元ネタに関してはその僕が多少知っているので、そのスタメ構文の元はどういうものだったのかっていうのをちょっと僕の知っている範囲で説明できたらなと思いまして、ちょっと今回動画作らさせていただこうという、運びにさせていただきました。でそのスタメ構文とは何なのかっていうところから、その僕が調べた内容をまあ、ちょっと一回出させていただくと、そのゲーム配信者のスタイリッシュヌーブさんっていう方の配信の中でなんか突然コメントが来たみたいで、月曜日スタヌ、深海でワカメと一緒にゆらゆら揺れる、スタメに気づいた深海魚にお前スタヌだよなと聞かれるも、僕はスタメと答え全く取り合わないっていうものらしいんですよ。でこの文章の元ネタが昔僕がラジオに送ってたメールから来てるんじゃないのかっていうので話題になっているっていうところまでたどり着いたんですけれども、こっちのこのメールの方に関しては僕が多少知っているのでちょっと説明させていただきますと、2013年から2015年の間に放送されていたアルコ&ピースさんのオールナイトニッポンの1週間っていうコーナーに送ってたネタだったんですよ。でそのアルコ&ピースさんの1週間っていうコーナーがどんなものかと言いますと、リスナーがタイムマシンで未来を見てくると、でその、未来の様子を、リスナーが想像して送るっていう形のコーナーになっていて、で一応テンプレートとしては何曜日誰誰なんたらかんたらみたいな感じの文章を作るというので、まあその形ではありつつもほぼ何でもありみたいな感じのコーナーだったんですけれども、その中でその全く取り合わない酒井さんっていうシリーズがその僕をきっかけに3週連続続いてて、で僕以外の人も1通読まれてて、計4通番組でそのシリーズが採用されてたっていうのがありまして、でどうやらそれから来ているんじゃないかっていうところなんですけれども、その僕が送ったその3通だけちょっと見させていただきますと、2015年7月23日のやつが、月曜日酒井、深海でワカメと一緒にゆらゆら揺れる、酒井に気づいた深海魚にお前酒井だよなと尋ねられるも、僕は酒目と答え全く取り合わない。2015年7月30日放送分が、火曜日酒井、土の中でカブトムシのさなぎと一緒に羽化を待つ、途中他のさなぎたちにお前酒井だよなと尋ねられるも、僕は酒木と答え全く取り合わない。2015年8月6日放送分ですね、水曜日酒井、蚊と一緒に飛び回り人間の腕に止まって血を吸う、酒井に気づいた蚊にお前酒井だよなと尋ねられるが、僕はさと答え全く取り合わない、っていう、まあ僕のやつが3通ありまして、でもう1通がその別の方のメールで、サラダをサカダにするみたいな感じのメールだったんですけれども、まあ、だからその酒井さんと別の何かがいて、それが名前が組み合わさって別のものになってるみたいな、なんかサカメとかサカギとかサカダとかね、で最後サになるみたいな感じだったんですけど、これが急に生まれたということらしいんですよね。で
この文章がなぜ出てきたのかっていうのは僕が調べたところ不明らしくて、で一説だと、このタイミングのスタヌさんの髪の毛が、まあ、緑色だったから、そのすごくワカメに見えたからこれにつながったのであるだとか、マイクラで、釈迦さんと一緒に、されてる動画をちょっと見たんですけど、その時もなんかスタヌさんが持ってたワカメをなんかスタメって呼ばれててみたいな、ちょっと前後が分かんないんですけど、っていうところの関連性もあるのかなとは僕は思っているんですけれども、ちょっと僕の検索能力ではちょっとここまでしか分からなかったですよっていうところが今ございまして、でしかもそのスタヌさんだけじゃなくて、その他の配信者さんの スタメ構文みたいなのもできてるというところで、二次三次さんの、プティさんですかねと一緒にエーペックスされてた時のやつなんかな、で、夏の思い出っていうのでテンプレでなんか来てるみたいで、なんかこんなのもあるみたいなんですよね、月曜日プティ、深海でワカメと一緒にゆらゆら揺れる、プティに気づいた深海魚にお前プティだよなと聞かれるも僕はプテメと答え全く取り合わない、火曜日プティCRC アップカスタムかなで、メンバーと一緒に初動詞する、プティに気づいた川瀬チームにお前プティだよなと聞かれるも僕はプテメと答え全く取り合わない、うん、水曜日プティカスタム前にボドカから連絡が来る、プティに気づいたボドカにお前プティだよなと聞かれるも僕はプテかと答え全く取り合わない、木曜日プティスタメと初対面、プティに気づいたスタメとスパメにお前プテチだよなと聞かれるがまっすぐ前を見つめ僕はプテメというだけで全く取り合わない、木曜日プティ戦場でトコトコ歩く、意味の分かっていない二人にワカメだからプテメと教えるがプテかというだけで全く取り合わない、すごいことなってんすよあの何ていうの、元ネタで4通しか読まれてないのよ、もう元ネタで4通しか読まれてないのにえらい量生んじゃってるから、そのプティさんだけで5通生まれちゃってて、なんか他にもいろんなところに波及してるって聞くので、まあ、あの数がその親を上回ってる状態みたいな風になっちゃってるんですよね、はい、で、僕自身としてはそのまあ、すごくその自分の作ったものが話題になってるっていうので、まあ確かにそのすごくまあありがたいお話で、しかもあの6年ぐらい前のなので、今そうなるみたいな感じのところはあるんですけど、軒並みその配信者さんがこの構文を読んで困惑されてるんですよね。僕が見た感じ困惑されているところしかあんまり見ないんですよ。であとあんまりちょっとよくはないんですけど、その元ネタの、切り抜きみたいなのもちょっとだけ拝見させていただきまして、まあ、そこのコメント欄にもその僕の名前、あ、元ネタお持ちなんだみたいなのいただいたりだとか、まあ、そういうのもある中で、やっぱり何回見ても意味がわからないみたいな、やっぱり意味不明なんじゃないのとかみたいなコメントもたくさんありますので、なんかすごく複雑だなというふうに、はい、思っております。僕が知ってるのはそんな感じなんですよね。その酒井さんをそのなんかもじって別のものにしちゃって、酒井さんは一切取り合わないで、なんかすごいコメントも見たんですよ。なんか何々と答え全く取り合わないというのがすごく文学的であるとみたいな感じの意見もいただいたんですけど、全然そういうの考えて作ってなかったんですよね。その坂目とか酒井さんの名前で遊んで、あと全く取り合わないにしとけばなんかこのテンプレになるだろうっていうので作っただけですので、はい、すごく不思議ですね。はい、もしスタメ構文に詳しいそっち方面に明るい方がおられましたら、コメントとかメールとかいただけますとすごくありがたいです。スタメ構文から僕のところに来てくださったっていうね、僕のチャンネルとかツイッターに来てくださったっていう方もちょこちょこね見ましたので、ちょっと一度、まあ、こういう動画を作らさせていただこうかなと思った次第で、ございます。投稿に関する
ね、動画であったりだとか、趣味でいろいろ作ってる動画とか、こちらのチャンネルでは出させていただいておりますので、もしよければこちらの方もご贔屓にしていただけますとありがたいですねっていう感じでございます。それではまた動画作りましたらですね、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。